元気元気飲んだんだからな。ボイボイ、明るい人生、明るく生きようや。寝るときは暗い方が好きでしょ。いやお前甘えるなよ。三脚持ってくるからお前待ってろ。今何事と思う方がたくさんいらっしゃると思いますが、待ってろ。僕が一番何事って今行くからな。うん、来てるね。今会いに行きます。竹内結子、中村獅童ねえ。どうもどうも。今から方言を吐く。お前はリスナー側の立場になって、いや違うんじゃないかって思ったら、うん、言ってほしい。酔っ払ってるからいっぱい出現しちゃうと思う。シーバイアウト。あ、ダメか。クラスでも言っちゃいけない言葉に入ってるからね。そう、死ねと Go to hell な。それレベル高い言葉入ってきたし、はい、コメント欄何 ?1 コメ取れましたとか。バカなのかあいつらは。俺に限らず、お金を使った動画でもいいよ。時間を使った動画、編集の時間をいっぱい使った動画、いろいろあるわけだ。それでな、1コメ取れましたとか。じゃあてめえは料理屋さんに行った時に美味しいご飯が出てきましたと。シェフが丹精込めて作ったハンバーグ、こだわって作ったハンバーグ食べました。ねえねえ店主さん、来てください。お皿かわいいですね。そうじゃねえだろバカ。死んだ。普通はね、美味しかったです。味付けも最高でした、うん、ちなみにお皿もかわいかったです。それならいいよ。店主呼んでください。一口目いただきました。そういうことよね。そういうことじゃない。それしか言うことなかったらしょうがない。それは俺たちの責任だからな。これはもしかして俺だけかもしれないよ。リスナー同士のさ、潰し合いみたいなのなんとかならんのかね。ほんとしょうもない。あ、はい、はい、はい。危なかったですね、今ね。俺も AKB の時そうだったよ、佐藤アミノさんのこと。ずっと考えてたよ。第1にな。だからファンの間でそういう争いみたいなのは起こさなかったし、ここで争いが起こってさ、損すんの誰？俺や。同担拒否ですとかさ、てめえこっちはジャニーじゃねえんだバカ。ジャニオタの常識があるわけだ。バンギャの常識、その二人が合わさってきたらどうなることか。もうやべえよ、宇宙戦争だ。俺はどうしたらいいんだよ。一回寝たらいいと思う。寝たくない。なんで。結構前にツイッターで言ったけどさ、最近のリスナーちょっと頭おかしいやつ多いよねみたいな言ったらさ、頭おかしくしたのは誰ですか。え、結構くんのよ、脳が足りねえバカどもが。ちょっとダメです、それは。嘘。偏差値のお低いお方が丁寧ですね。もうな、それ言ってくんだよ。反論とか言う以前にさ、もうさ、学生ってバカばっかなんかなって。ダメダメダメ。全員がそうじゃないよ。中にはさ、誰が頭おかしくしたんですかみたいなさ、それは違うだろ。ああ言えばこう言うじゃないけどさ、ああ言えばフォーユー。シーンをしっかり持ちなさい。そう、シーンをしっかり持ってほしい。そう、こういうこと言ったりするじゃん、うん、そしたらさ、プロ意識持てよみたいな。何のプロでもね、チンカスみたいなやつがさ、うん、言ってくるじゃん、うん、ほんでプロ意識持ったら持ったで、あ、何有名人ぶって。そう、それ。ああ言えば For you。 それも人それぞれでございますよね。人それぞれなんつったらさ、こうやって話してる意味ねえじゃん。お酒飲んで勢いで言っちゃったけど、でも根本はこれで好感度上げるわけじゃないぞ。根本は見てくれてる人全員にマジで感謝して、それで俺はここまで来れたんだから。だけどもっていう話よ。一部の人に言ってるから、全員に言ってるわけじゃない。てめえアイドルかこのクソがとか言われるけども、うん、お金も時間も割いてわざわざ来てくれてるんだから、お客さんが喜ぶようなことしたいと思うわけよ。ほっとけと。本当にほっとかれちゃったら寂しいから。視聴者からしたら画面の向こう側の人しか知らんわけやから、でもそこでその人の性格とか決めつけるのは良くない。ああ良くない。こういう考えがあってやってんのかなとか、それを何通りも考えて、例えばイベントとか行って対応を見て、この人はこういう人だったんだっていうのを知ってから発言を。そしたらお前イベント来なきゃ発言できないみたいな話になるぞ。ケーペロ、おい、揚げ足取られる世界なんだから発言に気をつけろ。狭いな。だ、かなり狭いんだよ。何もできねえもん。遊びてえよ俺だって。女の子10人ぐらいも、ほら俺の体舐めろーみたいな。そんなんできないよ、だって、うん、そんなくだらないことで失望させたくはないから、ただただ本当に、ね、一番の暇つぶし相手になれればいいなって思ってるわけよ。ネタをネタとして見れない人ってすごい多いけどさ、一回つぶやいたことあんのよ。ネタとして受け止められないような動画を上げたのは誰ですかみたいな。何？チンパンジーでも分かるとか出せってか。あやなへのリプライとか、まあひどいね。すぐ上げ足取ろうとするよね。人の幸せを手叩いて喜べない人間に幸せ来ないよ。しかも言ってるのがさ、ガキのババアばっかりだからさ、子供からしたらつ母親のツイッターなんかやってもらいたくねえんだ。ポンスのことを思って言ってるような感じはするけど、ポンスからしたら余計な迷惑なんだよ。暴言とかで、うん、あやなみがメンタルやられて、うん、育児放棄とかあったもん。で、そう、責任取れないでしょ。責任取れないやつが人のしつけに文句言ってんじゃねえよ。
女性クリエイターからの好感度上がるかな。あ、言っちゃった。あ、言っちゃった。あ、チャンネル登録よろしく。